スープカレーは札幌発祥ですが、その起源や発展の歴史を知っている方は少ないかもしれません。スープカレーは1970年代に北海道札幌市のジャンタという喫茶店で誕生しました。当初は薬膳カリーと呼ばれており、具材が入っていないシンプルなスープとご飯のみのメニューでした。しかし、あるお客さんから出汁を取った鶏肉をスープに入れてほしいというリクエストがあり、それがきっかけでチキンレッグや野菜を入れるようになりました。これが現在のスープカレーの原型です。1970年から1980年代にはまだスープカレーという名前はなく、スリランカカレーや薬膳カリーと呼ばれていました。全国的に広がることはなく、札幌市内でひっそりと楽しまれていたのです。転機が訪れたのは1993年、マジックスパイス札幌本店がオープンし、このメニューにスープカレーという名前を付けたことです。この名前が付いたことで一躍ブームとなり、札幌市内にスープカレー店が急増しました。さらに2003年には横浜カレーミュージアムに出店し、斬新な味わいが評判を呼び、全国に広く知られるようになりました。このようにしてスープカレーは札幌で生まれ、進化を遂げ、全国に広まったのです。